さあ、本日はですね、あの前回、挙げさせていただいたもう本物のプロが選ぶドライヤー最強決定版ノビーさん、ノビー私はレプロナイザーが好きです。キヌーズさんのドライヤー の、 あー、うん、あの形状が新しくて、はい、まあ、この動画を出したと思うんですけど、この時にあのアイロンもアンケート取ってましてですね、まあ、一番プロに支持されてるアイロンってめっちゃ気になりますよね。わかんないです ね、 ね、なんか予想しながら見てもらえたら、うん、じゃあちょっと早速アンケート。一番好きな、コテ、まあ、アイロンコテですか。アイロンでもいいんですか。アイロンでもいいです。最近やっぱり私好きなのはやっぱラディアントとかはちょっと、はい、そのやっぱシルクプレートっていう面でちょっとらしい、すごい使いやすいなと思ってますね、はいはいはい、やっぱでも矯正とかになるとやっぱアドストとかの方が正直は好きです。なるほど、はい、シルクプレートで言うと、はい、キヌージョさん。そうなんですよ、さっき、はい、あのね、キヌージョ、はいはいはい、ちょっと見てきて、はいはい、値段もやっぱり手頃だったんで。そうそう、アイロンは、アイロン、はい、でリファーリファー、あーなるほど、やっぱりだからそっか、うん、アシスタントさんなんですよね。そうそうそう、だったらまあ認知度で言ったらちょっとリファーさん、うん、認知多いかもしれない。そうですね。いやいや、わかりました、まあ、すみません、なんかありがとうございました、はい、いやいやいや、またよろしくお願いします。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございます。もう一個聞いていいですか。あと、好きなコテ、アイロン。コテもやっぱり同じ、はい、ヘアビューロン。ヘアビューロンですね、はい、もうレプロナイザー使われてる方もセットで使われる方が多いですから、はい、もう一個コテを聞かせていただいて、新井さんの一番おすすめのコテ。コテも一緒のやつ使ってます。同じ、はい、ビューロン、ヘアビューロン、はい、なるほど。 3D です、 3D です。なるほど、ありがとうございます。やっぱ人気ですね。いいですね。はい、やっぱ認知度高いですね。じゃあもう一個いいですか、はい、美容さんから人気のアイロンコテ。あ、クレイツですね。あ、クレイツ出ましたね。まあクレイツさんはね、はい、もう一番ベーシックに、ね、はい、クレイツのどこがいいですか。巻きやすい、はいはい、のと、あとカールもつきやすいから。なるほどなるほど、はい、あ、確かに確かに、まあ操作性はいいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。コテ、アイロン、あ、もう同じくですね。同じく、あ、なるほど。ビューロン、ヘアビューロンですね、はい、いや結構やっぱり認知ね、やっぱプロからの認知高いですね。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかあのコテはアイビルが、まあ、コテはアイビルが、あ、なるほどなるほど。コテとストレートはアイビルが好きなんです。そうです、そうです。あ、なるほど。気になるのが、はい、あのストレートアイロンの、はいはい、あのやっぱりキヌーズさんの、はいはいはい、なんか ラリアントが業務用なんですけど、はいはいはい、あの新しいのが出たって書いてあるんで、はいはい、ちょっと気になってます。なるほどなるほど、はい、コテ、アイロン、アイロン、コテ、アイロンで使うのは、まあ、メンズが多いんで、はいはい、あのスリムアイロン使うことが多いんですよ、はいはいはい、僕がよく使うのはワンダムのアイロンをよく使いますね。ワンダムのスリムアイロン、メンズだとそれが。なるほど、細いのはね、細いのが、うんうん、操作性がね、はい、重要ですもんね。店ではやっぱ、はい、アドストを使うんですけど。あ、アドストね。家では、なんかのワンダムを、うん、あ、はいはい、使ってるんで。なるほどなるほど、まあ、その2強かな。なるほど、メンズ専門なんで。あ、やっぱメンズ専門はその2強がよく使われてる。確かにそうっすね。じゃあもう1個いいですか、はい、コテとかアイロン系、はい、これは何でしょうか。キヌージョさんの。ああ、そうなんだ、はい、使わさせてもらってて、あの水蒸気爆発しなくて、はい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 、すごいサラサラに見える、はいはいはい、髪の毛もあれめっちゃしっとりするよね。しっとりしますよね。そう、はい、結構手触り。なるほどね、早いですね。ゴーさんの流行りに乗りますね、はい、乗っかってます。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。またね、また頑張ってね、はい、またありがとうございます。はい、ありがとうございます。今一番気になるアイロンコテ。いや、やっぱりもう金城さんしか、あ、ほんまっすか、出てこないですね。へ、他のも見ましたけど、はい、全然違ってました。あ、そうなんや、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、もうこれからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。美容師さんが今注目しているアイロンコテ、これいかがでしょうか。でもサロニア、あ、サロニアも結構。ありがとうございます。もう一つ
ズバリ聞きます、今一番注目しているアイロンコテ、これはいかがでしょうか。ダイソンのおお、あのストレートアイロン、はい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 、お初っすね。ダイソンのストレートアイロンいいんですか、うん、弾力性があっていいって聞きますよね。ああなるほど。でもそれも欲し持ってるんですか。欲しい。それはなんで持ってないんですか。あこれか高いと。もうちょっと皆さん価格を落としてやってあげたらいっぱいのね人に使ってもらえるんじゃないかなと思うんです。ありがとうございました。コテアイロン注目する、はい、コテアイロンは自分はクレイツさんを使って、あクレイツ、はい、まあ、地元が福岡なので、はいはい、あの福岡と同じ会社でクレイツさんやってるので、はいはいはい、今のところはクレイツさんを使っています。なるほど、はい、クレイツさんいいですね、はい、もう一個聞きます。アイロンコテは何を使われてますか。リーファー。リーファー扱ってるからだと思って。ああなるほど。あ、お店で扱ってるから。なるほどなるほど。じゃあレイコさんでした。ありがとうございました。はい。アンケート終わりました。はい。今最も、美容業界のプロの人たちが注目する、アイロンコテですね。こちら結果発表出ました。いやー皆さん楽しみですね。はい、第3位アイビル。不動でしたね。アイビル5票。やっぱりアイビルはまあもうずっと昔からのねあの不動の人気でしたね。なんかもっと新しいところが出てくるんかなと思ったら意外と結構昔からのベストセラーが入ってきましたね、うん、いやまあアイビルはもう僕も ずっと使ってましたけどまあいいっすよね、うんうん、使いやすいでちょっとグリップもちゃんとしっかり挟みたい系の人はアイビルかなみたいな、はいはい、そんな印象ですね、はい、続いて第2位クレイツ。あクレイツここで来るかと思いましたけど僕なんかもうちょっとなんか最近のメーカーさんが来るのかなと思いきや結構クレイツも票多かったんですよ。7でした。7票。あ7票、うん、やっぱだからアイビルクレイツと3、2と並んだかと思いました。なるほど。確かに結構もう長年の昔からあるメーカーさんなんで、うん、まあちょっとアンケートした方たちの属性にもよったのかもしれないですけど。そうですね、うん、でもまあでも40人近く結構人気を築いてるんやなっていう感じでした。じゃあもう行きましょうか。はい、第1位ビューロンこれももうやっぱりかって感じでした。強いね。やっぱ使ってる人多いね。まあ、新しいメーカーさんでもありながらももう結構そこそこ時間経ってるんで、はい、まあ、ちょうど一番今なんかこう旬なかなり認知し終わってみたいな、うん、まあ、そんなところなんかなっていうのは僕は思いました、うん、やっぱ不動の人気でしたね。恐るべしで、アドストとかもねあのまたその下に入ってましたけど、うん、キヌージョさんは結構ね最近認知がガーって上がってきた感じなんで、あの使いたいっていう人はめっちゃいました、うん、あそうですね、そうそうそう、あの気になってるっていう人はいました。確かに確かに。なんで今日はもうブースにあのいっぱい行っといでって言いました一応あのステージ借りたんで、そうですね、アピールしときました。まあだから認知は上がってきてますね。そうですね、さんもぜひ頑張ってほしいなと思います。いろいろね、よくしてくださる。僕らもねキヌージョさんにはいろいろお世話になってるんで、やっぱプロが選ぶコテアイロン、やっぱここはビューロン強かったなっていうところで、やっぱり僕の想像してた結果やなって感じですね、うん、はい、でまあ、もう一個あのプロの選ぶドライヤーっていう動画も上げてますんで、あのぜひそちらもチェックしてみてください。それではありがとうございました。なんとボーさん僕のペットです。いやいやいや、ペット言うなどういう関係性や。いや僕のですね彼が高校1年生の時から僕のお客さんで、よろしくお願いします。会っちゃいました。来てたんや。はい、来ちゃいました。